はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望新生やってきましょう。さあ、前回はこちら、中国地方を中心に攻めていきました。で、合戦を何回か行ったところ、中国地方のね、拠点をね、10個以上は取ったんじゃないですかね。で、天国家はもう虫の息でございますね。今回でね、中国地方を統一したいところでございます。さあ、今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、三好の部隊がまだまだいるんですよね。めちゃくちゃいるわ。まあ、なので、こいつらをなぎ倒していきましょう。で、天子攻めの方はこちらの方に任せる。ということで、いきましょう。頑張れー。さあ、いくぞ。で、津山城を攻める敵は思いませんけど、私たちは沖潮城を攻めるつもりなんだよ。でも、向こうはどうするんだ、これ。おいおいおい。で、上市城の方はこっちの部隊に任せる。さあ、行きましょう。頑張れ。あ、で、国衆取り込みやるか。はい、お願いします。さあ、行ってみよう。さあ、待って待って。さあ、こうしてこうして。で、龍蔵寺高信の部隊の到着を待つ。さあ、行くよ。で、1万2000はじゃあこっち来て。しまった、ちょっと出遅れちゃった。さあ、地産はいかんぞ。地産はで、自社、建設しまして、自社化身レベル2発令。ナイス。よし、じゃあ発令しましょうか。じゃあ自社寄進は、あと武将の数が足りません。なんと。で、論功交渉ね。はいはいはい、いいよ。いや、みんな頑張ってんな。さあ、では行きましょう。まあ、おそらく合戦はできるはず。で、港建設ね。いや、忙しい。いいね。嬉しい、嬉しい悲鳴です。で、厩舎の建設完了。了解。さあ、どうする、お前ら。さあ、やったよ。で、上市場も攻めます。はい、オッケー。さあ、合戦やっていきましょうね。あ、八部隊、そんなまさか。もっといるやろ。もっといるやろ。来なさい。はい。で、これで、10部隊。まあ、あと2部隊来て。あと2部隊ね。だ。で、制作裁量権以上発令しました。オッケー。これ12部隊いるやろ。もうちょっと、もう1部隊来てよ。で、よし、12部隊集まった。さあ、行きましょう。ハリマ新軍の戦いかな。龍蔵寺高信 VS 総合和正。お、三好の者が来たじゃねえか。よし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 、いいぞよ。さあ、三好一族覚悟、生きて帰れると思うなよ。さあ、行きましょう。我が方の優勢は明らかでござる。あ、本当に。さあ、では行ってみましょう。さあ、勝負だ。はい、回転守備。行きましょう。さあ、まずはこうこうこう。あ、で、赤いネオマス44人しかいねえじゃねえか。44人で何ができるんだ、言うてみ。さあ、こう。で、こんな感じかな。さあ、行くぞ。まあ、なんか向こう数少ない。いいね、いいね。まあ、私たちが削ったんでしょうね。さあ、行きましょう。で、セアツナイス。じゃあ、次は、こっち。はい。いや、ここはで、一番やりは、はい、伊集院忠倉。まあ、こんな感じでいくか。はい、どうぞ。はい。で、ここの、コブは取った。ナイス。素晴らしい。まあ、これさえ取れればって感じだね。まあ、あとはワンオペで大丈夫そう。はい、どうぞ。こちらに。で、こっちが心配だな。そこ大丈夫。頂上です。さあ、で、あとね、こっちがやばいわ。モーティサンデーさん、なかなか強いから、ね。で、このこっちの国襲撃破。さあ、行きましょう。さあ、倒せる。さあ、で、鉄砲戦車ナイス。さあ、で、総攻撃、素晴らしい。総攻撃は素晴らしいね。オーケーオーケー、よしよしよし。さあ、逃がさないぞ。さあ、どうする、鈴木茂秀。お前は見てるだけか。で、はいはい、中やってる。ナイス。さあ、で、鬼総合。じゃあこうだな。じゃあ、下がる。よし、気は下がって。で、こっちやな。あ、で、赤井直政壊滅。ナイス。さあ、そっちと抜けてる。まずいまずいまずい。えぐちょっとえぐいね。江口やね、これ。じゃあ、こっちやな。こんな感じで言ってこう。はい。で、吉川元春だったらワンオペでも大丈夫か。はい。さあ、で、こっち倒した。もう一つ3で。あ、よしよしよし。さあ、で、こっちもよし。オッケーオッケー。撤退撤退。オッケー。で、こっち、行こう。で、休憩ね。はい。さあ、1900来てるよ。あ、うちじに北条高弘打ち取ったり。まあ、こいつは何考えてるかわかんねえから、まあ、ちょっともいいでしょう。まあ、誘導ではあるんだけどね。さあ、で、こっち大丈夫。で、そこにいるのは誰だ。はい、100万一周。お前か、元成。
よし、で、そこ取ったナイス、よし、で、はいはいはい、さあ、騎馬突撃かかれー。で、じゃあ、まあそうだな、まあ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 慌てんな大丈夫大丈夫、じゃあ、はい、家に立つぞ。さあ、で、こっち、よし、倒したナイス。さあ、削れ削れ。さあ、で、これは、はい、あれですね、はい、ゴーの一夜おりゃー。まあ、こいつは本当にワオペで大丈夫そうだからな。で、そこにいるのは誰、はい、もうどっちか、鬼はこう、ワコワコ、ワクテカの鬼はこね、はい、で、こうさあ、挟みましょう。で、それはまさか、はい、ヤタガラスでございます。ババーン、いた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 、あ、体力低下、やばい、体力低下きついな。そう、先方のね、体力低下系も結構、うん、なかなか。で、次は、はいはいはい、で、こっちね、次のボス、あー、お前かー、素晴らしい。え、でもオーバーキルかな、いや、そんなことなかった、素晴らしい。お、いいね、はい、はい、状態異常回復、状態異常回復すごいよね。そう、自分の部隊だけじゃないからね、味方の部隊もね、そう、状態異常回復するから恐ろしい、こいつは。よしよしよいよ、あ、で、じゃあこう言ってこうしようか。さあ、抜き口を潰していたのは、これはさあ、お前を釣る罠だ。こう、あー、こうすべき、はい、どんな感じ、あ、オーケーで、体力回復ね、ナイス。さあ、出たーい、ナイスー、素晴らしい、強いなー。いやー、今この日の下で龍道寺にかなう者はおるまい。さあ、で、敵将幕、あー、で、この方投与、あ、いけません、はい、じゃあ解放してあげましょう。なんと、ありがたい。さあ、どうする。さあ、で、さらに動揺状態が広がって、我々龍道寺家の攻撃力がアップするわけだ。いや、モノの意強いね、これ助かるわ。特にこういう大勢力と戦うときにね、めっちゃ助けられる。さあ、これで、はいはい、勢力目標馬牧場を達成しました。オッケー、さあ、本拠地の方移していきましょうか。そうですね、今度はこちら天城城にするか。もうこの辺ね、拠点がね、育ちきっちゃってるからね、なかなか育てがいがないんですよね。で、金銭収支もこれぐらいだったら、うん、まあ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 下がってしまうけどいいでしょう。はい、これより天城城を本拠と定めるぞ。で、まあ、あとは、うん、ガッサントラ城を攻めて、で、上市城も攻めるって感じかな。で、ここを足がかりに、こっち、機内の方にも進出していきたいと思ったら、こちら名所繁栄あるじゃないですか、阿蘇神社。これ、繁栄素晴らしいですね。災害、被害回避プラス 75%。これでね、ほぼね、災害は回避できるんですよ。素晴らしい。じゃあ、堀秀政、頼んだよ。てか、堀秀政いるんだ、すげえ。で、軍開発の方は、そうそう、本当にね、育ちきっちゃってんだよな。はい、上市場落としましたね、ナイス、オッケー、よし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 。で、敵昇爆で、あ、前田刑事捕まってんじゃん、東洋、あ、来たー、ナイスー、オッケー。で、そうですね、じゃあこっちの国衆潰すか、オッケー、オッケー。で、ここを騎乗させて、で、ガッサントラ城の方も攻めていきましょうか。はい、まあこれでいいでしょ、頑張れー、でこう、まあこれでワンチャンね、あー、で、ここ倒して、はい、これで降参してくれると助かるんですがね、はい、行きましょう。で、向こうは動揺状態で私たちの方を攻めれないという、素晴らしい。いや、逆に攻めたいな。さあ、どうする、これで互角か。向こうもな、舞台出してきてほしいんだけど、まあ出せる舞台がほとんどいないっぽいな。なるほど、喜ばしい、はい、阿蘇神社繁栄でございます。これで災害被害回避プラス 75%、 もうこれでほぼ災害の被害受けなくなりますよ、素晴らしい。そうそう、さあ、で、甲状腺の方はできるんですかね。あ、甲状腺やってないわ、あ、オッケーオッケー。で、こっちをちょっと腰ひょろきつそうな舞台は帰っていい、はい、お疲れ様。次はどで、村上武雄も帰っていい、はい、お疲れ、ここに、よし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 。で、一斉焼き打ちか、あ、やりてえな。あと労力は1個足りない、了解。あー、で、モグラ攻めいいですね。いやー、汚いこと考えるね。まあ金もあるし、いや、でも結構時間かかるもんね。さあ、モグラ攻めに成功しました、オッケー。めっちゃ減った、オッケー。
さあ、ガッサントラジオ落としました。オッケー。なんだったらね、本拠地ガッサントラジオでも良さそうだけど。さあ、で、全員召し抱えましょう。どうですか。さあ、あれ、お前俺を裏切ったやつじゃねえか。お前はまあちょっと、まあ、まあ処断するか。もう許さん。裏切者、裏切り者には死を。あの世と山で待つ。はい、待ってなさい。オッケー。さあ、帰還していいよ、お疲れ。はいはいはい。あ、で、中国地方統一はまだか。中国地方統一は、あと2つか。まあだから、おそらくこの隅城と武田城かな。オッケーオッケー、わかったわかった。よし、では中国地方統一目指してこちら武田城を攻めていきましょう。行くぞ。さあ勝負。さあどうする三好。でめっちゃ兵来た。大丈夫。で元服してばっかに加える武将が2名。天子勝久と吉川元氏入るかい。ようこそ。で自信祭様は大丈夫か。ちょっと病きつそうだな。東洋で、お次はじゃあ焼き討ちとかやっておくか。多いね。事がございます。で、なんか政策やります。そうだな。っていうか薩摩軍法全然これ活用してねえな。まあとりあえず統治療法やるか。あ、でも金銭が赤字になっちゃうか。あ、危ねえ、やばい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 。で、実心斎様亡くなってしまったか。そうかそうか。奉行の座が空きました。そうだ、殿にお仕えできましたわ。我が生涯において最良の出来事でありました。いや、そんなこと言ってくれるなんて嬉しいです。ありがとう。で、島津家滅ぼしてごめんね。さあ、で、あ、木下秀長が福岡ホテル、素晴らしいなんでね、秀長と思うあろうものが、ね、上の人とうまくいかなかったんでしょうか。で、野球手成功、ナイス、素晴らしい。で、次は石の氏光、はい、東洋、ナイス、オーケー。さあ、で、野球チームすごいなみんな汚ねえね。さあ、では合戦やっていきましょうか。いきましょう。はい、朝子の戦いって読むそうです。竜道寺高信 VS 三好実久。お、だんだんね、三好一族のものが出てくるようになってきましたね。いやー、よし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 、いいぞいいぞ。さあ、勝負だ。いや、今回もね、戦場が広いけど、いやー、向こうのがだいぶ舞台数多いな。きつい。さあ、行きましょう。はい、回転出品。さあ、そんなんかけねえ、行きましょう。暴れてやるとしようか。まあ、だから向こうの国石をね、ちょっと潰せるといいんですけどね。はい、じゃあまずはこう、ここ潰して、で、そうだな、進むぞ野郎ども。ちょっと難しいですね、ここ。ごめん、どう動こうか。はい、なんとかここは暗い合いで頑張ってほしい。喜ばしいですな。さあ、で、一番やりはこちら。はい、須江春方。見せてくれ。で、あ、休んでる部隊がいる。で、強撃、強撃し合ってるね、お互いね。で、こっちね、はい。さあ、どうだ。そう、お互いを暗い合ってる状態でございます。さあ、で、そこ取られた。さあ、で、こっち大丈夫かな。で、よし、そこ取ったね、ナイス。はい、で、そうすればこれでいけるはずですよね。で、こっちは1400が切っているところ。じゃあ、こういこう。はい、まあ、ここさえ取れればワンオペで大丈夫なはず。で、そこ取られた、大丈夫。で、ベッキアキッツラはこっち。で、こう、はい。まあ、あとは、そう、キッカー元春も、まあ、ワンオペでいいはず。で、国襲撃は。さあ、で、攻撃は OK。さあ、どうだ。で、一旦じゃあ、末春方。よし、変わろう。OK、ナイス。さあ、で、こっち、はい。さあ、休憩、休憩。よし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 。さあ、大丈夫。で、こっち、はい、下がっていいよ。で、こっち下がっていいよ。で、あとは、で、こっちも下がっていいか。はい、OK。ちょっと、なるべく舞台数を残しておきたい。さあ、地の一夜。おー、小屋が高影。いいぞ。さあ、どうするどうする。さあ、コブ使いたい。コブ、これは誰水のことし勘弁だ。やべえやべえ、やつがいる。で、あ、ナイス。いやー、キッツラがいてよかった、助かった。で、もうちょっと待ってね。うん、ちょっとね、もうすぐでコブ打てるからね、頑張って。あとはじゃあここまだ休んどんね。さあ、で、こちら、はい、100点でもナイス。で、とりあえずこういって、で、こっち、はい、そういうことがいい。
さあで5の1や体力回復ね、素晴らしい。さあワオペ頑張れ。でじゃあこうとか、はい、我が戦闘の切れ味となるとちょっとデッキ上げってのはどうしよう。いやもう、ああ技使えるな。じゃあ変わって変わって、攻め立てるとしようか。まあそう働きすぎやで。オッケーで浅井長政撤退。はい、さあ来ました、この男。はい、ライキン丸ズバッと、ズバッと、あれ休憩ね。はい、さすがで攻撃撃破 OK。 よしで舞台数並んだね。さあここ取りましたね。で一旦こうだな。動くぞ。いや続け、こう行ってこう、はい、でこっち休憩したらね、こっち変わってほしいな。了承を手に入れよう。オッケー、そこせやつナイス。いいぞ。で早くコブ打ちたいな。まだ打てないんだ。きついなもう。はい、こう進軍を始め。さあでこっち撤退。オッケー、稲葉行って撤退で、こっちははいはいはい、さあどん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 崩れていってるよ。どうするんだお前ら。オッケー、よしよしよし。さあでこっち、えい、うん、あ、ちょっと大丈夫。これが俺の戦法で、こっち強い張る方。よし、行けていいよ。はい、大丈夫。さあ大丈夫なんですね。こう動くべき時は。さあ一番お前は見てるだけが、部下がこんなに頑張っているのにどうするんだお前これ。了承で、ちょっときつい。ああ休みたいと。はい、わかりました。はい、さあでこっち大丈夫か、いける。さあもみの稲荷だ。さあ丹波のアホ鬼かな。先方に手を押し通る。はい、こう、はい、さあこう、さあ来ましたよ。何だったそれ。でそこでやってナイス、勝った。オッケー、よし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 、素晴らしい。オッケー、でまだ向こうの部隊いるんだよね。さあどうなるんでしょうかね。さあまずは威風強でございます。どうかな。世に轟かせてやる。まあ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 。オッケー、4つぐらい拠点取ったナイス。まだいるな。とりあえず押し返そう。さあね、これで、はい、中国地方統一でーす。パチパチ、やったー。オッケー。じゃあもう一回攻めましょうか。じゃあ今度は伊丹城攻めまーす。さあどうするお前ら。でどうすんだ。怖い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 。さあそして八上城の方に行くって感じですね。オッケーオッケー、よしよしよし。はい、こちら浦上宗影が降伏する。素晴らしいですね、ナイスアイディア。いやお前はね里癒やすだな、可愛がってやる。で所領安堵か。まあ所領安堵でもいいか。じゃあ5年ぐらいで、じゃあ家宝もお化けであげるわ。じゃあこの名馬をやるわ。オッケー、よーし、ありがたき幸せ。オッケー、八上城落としました、ナイスー。オッケーオッケー、楽勝。さあで、じゃあ今度はで勢力目標大農村達成しました。オッケー。じゃあもう一回このままじゃあ八木城の方まで行きましょうか。行けるんじゃね。さあでは合戦やっていきましょうか。はい、篠田の戦い、龍造寺高信 VS 松永久秀でございます。行きましょう、勝負だ。まあここは勝てるよね、楽勝ですよね。じゃあカットしてもいいか。オッケー、よしよしよし、いいでしょう。で待って、吉弘いるじゃん。お前三好にいたのかこの野郎。もうお前の帰りをね、家久たちは待ってるぞ。地震祭様亡くなってしまったんだからね。ああ兄上兄上、お助け申す、言ってあげて。いや悲しいねこれ、悲しい兄弟喧嘩やねこれね。さあ行け。はい、決まった、突撃。あれ、はい、島津義弘捕獲でございます。捕らえたり、よかったよかった。もう討ち死にされたらね、目も当たらないもん。オッケーオッケー。さあで、さあ家久、高久、年久、義弘を説得してお願い。もうこんなに話のわからない子だとは思わなかったわ。さあでこれ次の武将ですね。オッケーオッケー、もうすぐ終わりますね。オッケー、頑張れー。さあ勝てますよ勝てますよ。まあ当たり前です。さあどうするどうする。残り2部隊ですね。気づいてみりゃ。オッケー、持って報いる。さあで壊滅。はい、で残りはこっち。オッケーオッケー、よしよし。
で、こいつをじゃあ、倒せば、オッケー。さあ、ヨシヒロ、うちに来てくれ。俺たちの話を聞いてくれ。大義は我らにあり。さあ、どうなることやら。諦めて縄に着くまで。いや、忠誠心たっけー。東洋。従わせようと。なんで？まあ、解放してあげよう。なんと。首を取る。お前の帰りを待ってるからね。俺たちは家族なんだよ。さあ、ということで、はい。イフ中が発生します。俺のだろう。世に届かせてやれ。いや、なんと複雑な。さあ、で、これは、拠点なことだ。1個ぐらいかな。なんと。オッケー、ナイス。まあ、痛み城とヤギ城取ったって感じかな。オッケー、オッケー。さあ、ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。ヌペでした。さよならー。